はい、なんか小林亜生さんがね、お亡くなりになったようです。小林亜生さんといえばクイズヒントディピントっていうね、確か日曜日か土曜日の6時半か7時半ぐらいからやっていたクイズ番組にマッハ文明さんとね対抗するような感じで出ていたと思いますが、その他にも有名なところでいうとですね、やっぱりこう小学校の音楽の教科書にも出てくるぐらい有名な作曲家でいらっしゃったんですよね。今すぐにこの曲が小林亜生さんの曲ですよっていうふうに、私ちょっと出なくて不勉強で申し訳ないんですけども、いろんなところに、ね、あの小林亜生さんの大きな体が あったのかなと思っております。88歳だというふうに聞いてますけども、そうですね、やっぱりね、小林亜生さんのことをテレビで見てるときはよく意識していたんですが、私がテレビを見なくなったからか、小林亜生さんがテレビに出ることが少なくなったからか、ずいぶん長い間記憶の隅っこにいたような気がしますね。で、今日さっきね、スマホの方にニュースが飛び込んできて、小林亜生さんがお亡くなりになったということで、なんとなくちょっとこう寂しさというかね、もう一回ぐらい思い出しておけばよかったかなみたいなね、ちょっと妙な気持ちになりました。まあ、ここから私が思うのは、私がね今ね、YouTube のアカウントが6月12日から6月12日からだいたい6月19日までの1週間アカウントがですね、ちょっと制限されてるんですよ。で、今サブアカウントでの動画アップロードになってきてますけども、やっぱりね、久保さんはどうしたんだ、入院したんだろうか、コロナだろうか、死んだんだろうかっていうふうに言ってくださってる方もいるぐらい、コンスタントに出ていた人が出なくなると、やっぱりね、いろいろとご不安をかけたりとかね、いろんな想像をもたらすんだなっていうふうに、やっぱこう妙な感じですよね。私は芸能人でも何でもないんですけども、単なる YouTuber ですけども、そういうふうに思いましたね。で、今回小林亜生さん、久しぶりにニュースを見たと思ったら最後のお別れということで、まあね、お悔やみを申し上げたいかなというところでございます。まあ、昭和の偉人がまた一人去っていったのかなというところでございますね。確か小林亜生さん、なんか沢田研二さんと一緒に、違うわ、誰だったかな、西城秀樹さんか、西城秀樹さんと一緒になんかドラマにも出ていたかな、頑固親父の役で、それに立てつく長男西城秀樹さんみたいな役だったかなと思うんですけど、あれどんなドラマだったかな。確かドラマ中にボーンとね、食卓でちゃぶ台ひっくり返した時に西城秀樹さんがボーンと中庭吹っ飛んでいて、その時もうすでに手を骨折してたみたいなね、演技は続けたけども、そんなエピソードがなんか NG シーンかなんかで特集されてたのを思い出しちゃったなと思いましたね。まあ何にしても、これだけ小林亜生さんね、日本人アラフォーの心に刻みつけたんだなというふうな形でございます。また昭和の偉人が一人去っていったということで、お悔やみを申し上げたいと思います。